トズラ峡国は、アフリカ大陸北西端部のハヤトラス山脈の南陸に存在する峡国の一つである。トズラ峡国の谷底から撮影した写真。トズラ峡国は、北緯31度33分西形5度33分、北緯31.55度西形5.55度 31. 55、31.55-5.55付近に位置し、この場所は、モロッコのティネリール州に属している。 なお、ここから南東2 0トル程度の位置に、ティネリール州の州都で、オアシスの街として知られるティネリールが形成されている。トズラ峡谷の出口付近、枯れ川に水が流れている時の写真。トズラ峡谷は、流起した石灰岩を枯れ川が浸食したことで形成された地形である。なお、一本の川によって浸食されたのではなく、隣接する二本の川、EN。 トドがリバーと言いえぬ、ダダスリバーによって侵食されてできた。峡谷の谷の壁の高さは場所によって異なるものの、場所によっては谷底まで400メートルの高さがある。また、峡谷の出口付近の最後の約600メートルの区間は、特徴的で幅10メートルほどの谷底から、切り立った岩壁が両側とも160メートルの高さでそびえている。この地方が寒気であれば、 ほとんどの時、谷底は乾燥している。仮に、水が流れていても、その量は少ない。したがって、ここを寒気に歩くことは容易である。これに対して浮きには、谷底を覆い尽くすほど、大量の水が流れて、急流ができる。ABCD シェフル、リチャード・エル、エド、ナチュラル・アンダーズ・オブ・ザ・ワールド、ユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカ、リーダーズ・ダイジェスト・アソシエーション、インク、ピアニッシモ、 385 ISBN 0895770873ありがとうございます。